皆さんおはようございます今日は土曜日です。やっと1週間が終わりましたね。なんかな、今週はね、むちゃくちゃなんか早いけど長かったです。今週はむちゃくちゃ長く感じました。みは、はい、おはようございますね、そうになってたところで始まってよかったです。ありがとう、おはようございます。おはよう、お花見だ、お花見おはようございます。なんだっけ、あ、そうそう、昨日、一昨日か、落書きされてた場所を見てください。無事に雨が消しました。なんかもうめっちゃ消すの大変でね。で、昨日さらに爪にも描かれてたんですよ、ネイルとか言って青色で。こっちは赤だったんですけど、こっちは青でした。だから必死に撮って、友達とね、なんか海ともう一人の子がめっちゃ描かれたんですけど、一緒にこうやってずっとね、ウェットティッシュでこすってましたそしたら取れました。なんか手洗うよりもこする方がすぐ消えた気がする。あとは水の中でもこうやってずっとこすってたら取れました。おめでとうよかったです。まあ、ずっと消えんかったら焦るところでしたね。土曜日やけど早くして待ててよかった、ありがとうありがとうございます。皆さんありがとうございます。おはようございます。おはよう、今日は土曜日だけど半日だけお仕事行ってくるよ。あら、頑張ってください、頑張れ頑張ってください。お、綺麗に切れたね。やろう、めっちゃ綺麗だと思うんですよ。でもな、なんかね、ショールームの画質、なんて言うんですか、画像画質で見たら、まあもうめっちゃ綺麗だと思うんですけど、実際見るとなんかね、血色が上がったかなぐらいのちょっと残ってる、ちょっとだけピンクなんですよ。もう全部は消しきれんかったけど、まあまあ消せましたね。あ、おはみたん19日の公演当選したから見に行くねって、ありがとう。当選した方いますか19日？あ、皆さん書いてくれてるわ。19日モバ当選したよって、おめでとう、ありがとう皆さん。濃いピンクと白色を振って網団ゴールをよろしくお願いしますお願いします。どれだけ書かれてたね、書かれてたんやねん。え、やろう。なんかしかもなんかね、なんか最近しりとりっていうか流行ってるんですね。アミの仲いい子だけですけど、なんかね、なんか高速しりとりが流行ってて、ちょんちょん何々ちょんちょん何々って言うんですけど、それをジェスチャーでやるんですよ。例えばなんか何やろ、わからん、思いつかないんですけど、まあ、じゃんじゃんリンゴ、じゃんじゃんゴリラみたいな感じで、それをむっちゃ早くやるんですよ。ほんで止まった人に罰ゲームをするみたいな感じなんですけど、なんかね、昨日それをやってて、友達はね、爪、みんな爪描かれてて、アミもなんですけど、で一昨日にアミはここにも描かれてました、こっちとこっち、はい。友達は昨日ね、ここに描かれてた。でも一緒に消しました。なぜかな、アミの方が描かれたの早いから消えるはずやと思ってたんですけど、友達の方が先に消えたんですよ。アミめっちゃ時間かかったです。本当にめっちゃ時間かかりました。あ、19日行きますやって。ありがとう。ありがとう。待ってます。劇場で気をつけてきてください。今日は4時起きでした。え、早っ。
ミュートやってんて、え、やばない、いつから聞こえてなかったですか？全然触ってる覚えないんですけど。え、うせやん。なんかミュートにしてましたえ、今聞こえてますか？ミュート外しても勝手にミュートになるんですよ。え？え？どういうことですか？まだ聞こえないですよね。え？え、戻ってますか今？アミは戻ってます。あ、今聞こえません、よかった。え？なんか勝手にミュートになって押してまたミュートになってんねん、勝手に。怖怖怖ですよ。はい、まあちょっと話を戻します。何の話だっけ、忘れたな。じゃあちょっと新しく喋りましょう。19日当選してアミ愛楽しみやって、アミ愛や楽しみにしてください。そう、一緒に出るんですよ。あの第2章が始まってから初めて一緒に出るんですよね。はい、スマホが壊れたかと思ってて、ごめんなさい、ごめんなさい。なんかびっくりした。え、今は聞こえてるんか。まあいいや、ちょっと気にしながらやりますね、ミュートになってないか。来週の土曜日のゆるゆる恋マミちゃん出るね。そうなんですよ、出ちゃいます。はい、皆さん見に来てください。おかえりやて、ただいま。今聞こえてる、怖い怖いって。怖いわ、アミも怖いわ。ほらやて、そんな言わんといてくださいよ。今日は嵐山に行こうか悩み中って。わ、嵐山に行ったらぜひ車崎神社に行って阿弥陀の玉垣を見つけてください。で、あの隣に置いてるんですよ。だからで結構あのね、はじめ車なんですか、駐車場のあたりにあった気がするんですよ確か。はい、そんな感じやったと思います。あ、むっちゃ初見さんおる、ありがとう。おはようございます皆さん、はじめまして、あみたんこと宮本あみです。ここのハートが白い方は押してピンクにしてください。でこれはそれのやつ、それの意味と、もう一個があみのベンライトが濃いピンクと白色なので、それなので、あの劇場公演に来る機会があれば振ってください。お願いします。来週末の公演申し込みしますね。ありがとう、待ってます。ありがとうございます。ありがとう、おはよう。行ったら見に行きますね。よろしくお願いします。車崎神社この間行ってきたとは、ありがとう、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、一回ギフト読むわ。はい、継続は力なりさん、サンキュー BM さん、トッシーさん、日高浩二さん、カンさん、SIC さん、キッペイさん、キッペイさん、コジーさん、SIC さん、マフミさん、アンナちゃん、マボさん、継続は力なりさん、ジェラさん、リョウチさん、ゴリックマさん、アンナちゃん、ナチュラルさん、デツメガネさん、イデアンさん、DJ さん、ベリマユさん、リアズさん、ゴルさん、カヨちゃん、ムーチョさん、アンナちゃん、オウミさん、リョウチさん、ハスキーさん、マキマキちゃん、鉄メガネさん、てっちゃん、ひろゆきさん、まゆさん、おうみさん、りかちゃん、てっちゃん、マキマキちゃん、鉄メガネさん、むちょさん、レアーズさん、M44G さん、ゴルさん、ピロピロさん、おうみさん、野原しのすけ、のすけさん、ありがとう。ギフトありがとうございます。ありがとう。なんかね、あのね、この前ね松葉したんですよ。だから
なんかね、何もしなくてもな、なんか顔が濃ゆく見えるというか、多分まつげがそれなんで、いや分からん、自分が気のせいなのかもですけど、もともとそんな顔濃ゆくないんですよ。多分なんなら薄い、薄い、いや分からん、薄くはない、薄いと思ってんですよ勝手に。まあ濃ゆくはないやん。だから松葉をしたことによって目の存在感が出ました。はい、そうなんですよ。かわいい、はい、これ2人見えるやつ誰よ、誰やねん、怖いやん。おはよう、おはようございます。YNN のレイコちゃんの卒業企画で NMB48 のメンバーの名前を紹介したね。ね、あのなんかね、この前アミも行った時にね、なんかね、みんなめっちゃみんなのね玉垣探したで、なんかめっちゃ思ってたよりいっぱいありました。はい、おはよう。んテロップのハート、ハートからハートに変えたら正解。そう、これがね、そう iOS を更新したことによってね、このピンクのハートが新しく出てきたから、こっちに変えました。統一感あるから。学校の友達に松葉言われたなんて、めっちゃ言われたよ、すごいって言われました。うちわとタオルやった、あーなるほど、こことこれですね。アミが、はい、これ、おはようございます。そうなんです。ほんで、あ、むっちゃむっちゃまつげ上がってんねーって言われました。でも結構いいぐらいになってきた気がしてるですよ勝手に。はい、おはよう、おはよう。おはようございます。若いにゃんだけ謎に玉垣に2個あった。え、嘘やん、そうやったっけ。おはよう。アミはなんだっけな、忘れた、何を思ってたんだっけな、なんだっけな、忘れたな、忘れたわ。なんかいつも、なんかいつもそうなんですよ、一回は絶対ショールーム中に話を忘れる。話を忘れるなんですよね。おはよう、おはよう。皆さん今日は何するんですか、土曜日。アミは、アミはむっちゃね、なんかね、ちょっといろいろ今日は楽しみなことがあるんですよ。まあいつかそれは分かると思うので、いつあれなのかもちょっと分かってないんですけど、まあ楽しみにしてください。おはようございます。自分の携帯にはピンクのハート表示されんやって、あらら。家で作業します、ゴロゴロします、地元のイオンに行きますやって、いいな、ジャカルダから来た友達に会ってきますやって、いいですね、すごいな。アミクラス替えなんですけど、もうすぐ、もうすぐって言ってもあと1ヶ月ぐらいあるけど、まああるんですけど、ちょっとね怖いですね。アミ、あのさ、担任の先生もクラスのメンバーも変わってほしくないんですよ。どうしよう、ほんまにどうしようか。マジでちょっと喋れるかな、新しい友達に。あ、どうしよう、どうしよう、あ、はじめましてみたいになっちゃいそうですよね、新しいお友達。はじめまして、アミですとか言いそうなんですよね。あ、でもまあ何人、そんな全員がさクラスバラバラになるわけじゃなくて、何人かは一緒やから大丈夫かなって感じですね。3年間ずっと同じ学校とかたまにあるなんて。でもさ、なんかさ、
同じ階って今はさいいクラスやったから思えるけどさ、なんかさその嫌なクラスとかはないけどさ、なんかさ例えばさ仲いい子と慣れて ないクラスやったらさ、あのさちょっとクラス替えしたいなって思うかもやんな。身長現在147cm やって、わからないんですよ。あみもわからん。でも最後に測った時に 147.9 やって、もうほとんど148かなみたいな感じだったんですけど、その最後に測ったっていうのが12月ぐらいだったんですよ。1月とか。もうさすがに2ヶ月もだったら伸びてると思うんで、また測ったら教えます、報告します。クラス数によるけど同じクラスのメンバーが3人しかいなかったって、え、少ないですね。確かに。あ、3学年でってことですか。 3学年確かにあったらそうですね、離れそうやな。仲いい友達は大体他のクラスだったって。わあ、それは寂しいな。でも中1ってさ、どっちにしても新しい友達ができると思うんで、みんなね初めましての子も多いし、だけどだからまあまあいいですよ。ほんまにこのクラス楽しいんでね、寂しいですね。中2、中3は修学旅行もあるからいい友達が欲しいね。ほんまにな。ほんまにクラス替えしたくない。なんかちょっとなんかね、アミはなんかね、なんでバレたかっていうと、TikTok にアミが流れてきた、おすすめに流れてきたっていうのと、あとなんかね、アミねずっとねダンス習ってるっていう程度にしてたんですよ。でまあ、なんか例えば早退する時とかそれやってたので、なんかそれにしたらしすぎじゃねえよって思われて調べられたんですよ。それでさ中2になってさ新しい友達ができた時にさ、またそれをさやるの怖いよな、ちょっと。けどまあ言って1週間もあれば落ち着いてんで大丈夫だと思うんですけど、てかなんならもう中1の間に広まってほしかったな。アミはクラスで一番小さいって、アミは2番目に小さいです。はい、2番目に小さいけど、なぜか1番目に小さいって設定になってるんですよね。だから2番目に小さいね、ほんま見たら分かるぐらい2番目に小さいんですよ。1番目のことはちょっと差があるのに、3番目のことも差があるんで、2番目ってすぐ分かるんですけど、1番目の子が一番前に行きたくないとか言ってね、アミがなぜか一番前にいる状況ですね。はい。涙は修学旅行どこ行きたいやって。なんかさ成人式とかをさ、なんかさユニバとかさ、あのさ夢の国とかでやってる学校あるやんか、めっちゃ羨ましいですよ。なめも夢の国行きたいな、行きたい。おはよう。まあ嘘ではないね。うん、なんかさそんなあんまりさ、なんか分からへん、なんかその予定を言わん方がいいんかなとか思ったから、あれだけど、まあもう仲いいんでみんな。はい、調べられるの面白い、ね、小学生の時はタブレットあるやんか、タブレットでなんか名前を調べて誰が出てくるかっていうのが流行ってて、調べられちゃいました。なんか毎回調べられてバレるんですよね結局。最善羨ましいやって、でも最善大変ですよ。おはよう。千葉県民なら、いや大変やで千葉県民ここまで通うの。
でもいいですよね。もう夢の国の年パスとか1回ぐらい買ってみたい。大人になったらね、絶対ね1回ぐらいは買いたい。でもな何やろ、千葉県に住んでみたいよな1回。でもな、大阪も離れられへんよな。な、悩むですね。NMB48 も修学旅行行けなかったメンバーも何人かいたねって。ね、アミはね、あのね、分からへんけど、なんかね、中2、中3の中2は、中3はまだ全然分かんないんですけど、予定されてないから。中2は、あのね、分からへんねん。まだ決定じゃないけど、まあ、いけそうな感じです。はい、おはようございます。成人式は住んでるところでやる場所変わるよってやんな。あみでも夢の国行きたい。おはよう。それ名前めっちゃ出てきてびっくりされるね。そうなんよ。おはよう。でもなんかあのね、あのもう今は TikTok をね、あのね、フォローはしてないらしいけど、してないんかいって感じなんですけど、してないけど、なんかね、あの見てくれてるらしいです。だからね、なんか1いいね取ったとか言って LINE 来ますよ、友達から。仲いい子はユニバの年末も羨ましいでって。どうですか。でもなんか、え、でもね、ユニバいいですよ。ユニバはね、3回行けばいいんやっけな。マミ3回行ったんですよ。はい。でもさ、年パスなくなるよな、ユニバ。年パス、なんていうん、なんけ、ガレージ、ガレージのっていうやつがなくなる。え、ガレージはちゃうか、グレード、グレード、グレージ、なんけ、なんかさ、間のやつ、真ん中のやつがなくなるんですよ。そうそう。だから次年パス買うなら、あのね、3段階あったんですよ、ユニバの年パス。その真ん中多めはやってたんですけど、真ん中がなくなっちゃうから、どっちを買おうか悩み中なんですよ。なんかね、年パスないと不便やけど、なんかね、実際ね、なんかね、ねえ、今日忘れた。あ、実際なんかね、持ってないと不便やけど、だけどね、なんかもう3回は行ったんですけど、絶対行ってるんですけど、案外あの時間がなかった、行く時間が。だからでもな、休憩で行くとかの時にないってなったら結構不便なんで悩んでます。そうなんですよ。あとね、小学校6年生の最後に買ったから、まだね、あみ子供料金なんですよ。なんかそれで買った方がいいんやな、なんですよね。はい、おはよう。仲良い子で10期のオーディションを受けそうな子はいるって。仲良くはないんですけど、仲良くはないって、その喧嘩してとかじゃなくて、アミが一方的に知ってるかも、知ってるだけの子なんですけど、あのクラスが一緒じゃないので、向こうがアミの、あの、何ですか、アミのこと、顔、アミの顔を知ってるのか知らんけど、あの一方的に知ってる子が受けてるらしいです。はい、受けてるって言ってた、友達から聞いちゃった。あとはもう一人はね、ちょっと悩んでるって言ってる子がいますね。普段のユニバ行けたくないって言ってないんですよ。早行きたい。10月まで有効年パス持ってるよって、いいな、いいですね。アミはね、アミはね、いつ消えるっけな、3月5日ぐらい、5日じゃなくて5日、3月の5日。はい、それではね、ちょっとお腹が空きすぎてやばいので、そろそろ終わりたいと思います。
今日の1位は大見さん、何書きますか？これも10期生悩んでますって。お、ぜひぜひ待ってます。ノイダンラドリー年末ないなってありますよちょっとほんまお腹空いた、どうしよう。夢の国の、あ、待って、変わった。じゃあちょっと先に大見さん書きます。ちょっと言っちゃったので。じゃあゴルさんも考えてください。何書きますか？何やっけ、ちょっと待って、めっちゃお腹空いた、お腹空いた、頭回らん。夢の国のキャラか。じゃあ、え、合ってるか。あー、久しぶりにあれみたいな、あのね、あれ、あ、ちょっと変やな。めっちゃ好きなチャンネルがあるんですよ、夢の国の。なんかね、ミッキーのあれなんですけど、あ、なんかミッキーのあれなんですよ、なんかチャンネル、ミッキーとミニーちゃんと、グーフィーとドナルドとデイジーとブルートが出てる、ブルートやっけ、ブルートかが出てる、何やっけな、あの羊を探すやつが一番好きなんですよ。知ってますか、あのなんか知ってますか、あるんよ、ミッキー、なんだっけな、忘れた、なんやっけ。はい、お願いします。こんな感じなんか結構普通のネズミになっちゃったかも。はい、こんなんです。はい、チーズかやん、ありがとう、ありがとうございます。アマゾンプライムって、え、違うねん、なんかなんやっけ、忘れた、なんかチャンネル名があるんですよ、 YouTube でやってるんですけど。ね、待って、気になる気で、ちょっと待っててくれますか、一瞬、ちょっと待って、ちょっと待っててください、一瞬待っててください。ちょっと何やったっけ、気になりすぎるからちょっと調べます。めっちゃ気になる、こういうのって気になりますよね。なんで調べたら出てくるかな、なんだっけ、めっちゃ気になる。あ、あった、ミッキーマウスクラブハウスってのがあるんですよ。これめっちゃ好きなんですよ、アミ。これの羊編があるんですよ。あのね、ドナルドが羊を逃がしちゃって、羊を見つけていくんですよ、一匹ずつ。でもね、赤ちゃんの羊だけが見つからなくって、ずっとそれを探すっていうやつがあるんですけど、あれめっちゃ好きなんですよ。だから皆さん見てください。YouTube で、あのね、ミッキーマウスクラブハウスって調べてください。はい。みんなすっきりしたね。知ってるやつ、ありがとうございます。見てください。じゃあ、ゴルさん書きます。めっちゃ気になってた。え、よかった。なんか、ふおーなりますよね。なりますよね、ふおーって。なんかおにぎりを食べてるんですかね、このパンダは。やばい、ほっぺたが落ちてるねんけど、どうしよう、まあ、いっか。
え、なんかさ、なんでやろ、今日のパンダパンダじゃない、なんかね、リスリスになってしまった。じゃん、もうほっぺが今にも落ちるってこのことです。はい、オッケー、はい、パンダ、カシャ、ありがとう、ありがとう。では壇上を見たいと思います。せーの、13位トッシーさん、ありがとうございます。12位ベリマユさん、ありがとうございます。11位チャンシモさん、ありがとうございます。10位日高浩二さん、ありがとうございます。9位けっちゃん、ありがとうございます。8位篠原篠介のすけさん、ありがとうございます。7位鉄メガネさん、ありがとうございます。6位継続は力なりさん、ありがとうございます。5位ムーチョさん、ありがとうございます。4位まふみさん、ありがとうございます。3位まきまきちゃん、ありがとうございます。2位おうみさん、ありがとうございます。1位はだか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 、じゃ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 ん、ゴルさんでした。ありがとうございました。はい、ということで今日は休日のにこんな朝からありがとうございました。あの皆さんね、あの何をするかはわかんないんですけど、気をつけてください、楽しんでください。ということで終わりたいと思います。では今から朝ごはんを食べます。ということで、またね、また明日ね。せーの、ゴルさん、ありがとう。じゃあまたね。アミは二度寝しないよ。バイバイ、おやすみなさい、バイバイ。あー、また明日ね。